シロリアン航空はかつて存在したオーストリアの航空会社オーストリア航空グループインスブルックに本拠地を置いておりウィーン国際空港をハブとしていたオーストリア航空グループ及びスターアライアンスのメンバーオーストリアンアローズは1978年にゲルノートラングススワロフスキーとクリスチャン・シュウェンバーガースワロフスキーによって エアクラフト・インスブルックとして設立され、1980年に定期便の運航を開始すると、チロリアン航空の名前を採用している。1998年にオーストリア航空の参加に加わり、2003年にオーストリア航空によるブランド力強化の一環として、オーストリア航空の機体と同ブランドのオーストリアンアローズという商標、塗装を使用することとなり、運航に関しては、 チロリアン航空が継続して行っている。オーストリア航空の経営立て直しの一環として、同社便運航の全面的な一環を受けた時期があったが、2015年4月1日にオーストリア航空へ統合された。インスブルックからイギリスのリーズに向かうフォッカー100型機のエンジンの出力が低下したため緊急着陸したことがあったが、無事に着陸に成功しけが人も出すことはなかった。 ボンバルディア CRJ-200 ボンバルディア CRJ-200LR13 機ボンバルディアダッシュ8三3 1 2機ボンバルディアダッシュ8九4 1 0機、フォッカー114機、フォッカー79機。ありがとうございます